みんな当たったでしょう。そんなこともないの。ん夜外れることなんてあるの。うん。びっくり。 当たたりましたおお嬉しい会えるの嬉しいはいなんか「ねむねむ」配信になりそう公園メイクだから。 私も嬉しいえね、本当に嬉しい今日はカラオケ屋で耐えしのぐしかないと思っていますまあほぼ毎日そうなんですけど。 あのちょっと眠気吹っ飛ばしていかないとマジでバッグ汚い今日荷物多くて夜外れ本当に刀剣 <laughs> チャレンジ待ってます もしかしたらね急な不都合で来れない方とかもいるかもしれないあのー、なんだっけ何を落としたっけ今忘れちゃったえっさ、さ聞いてくれたありがとう嬉しいちょっともう前髪がもう崩れ始めて ああダブル当選かびっくりしたりノのちゃん今日急遽ょ刀剣そうだったのねそうだよねだって来るって言ってなかったよね嬉しかった私も会えてしかもいつもとさいつも着たことのない衣装を初めて着させていただいてる時にお会いできてすごい嬉しかったですありがとう嬉しかった 当たり会えるねう嬉しい,嬉しいキャンディーの写真はいそのうち送りたいと思います私本当にスタイルがさスタイルが本当に背筋もなん,かなんて言うかな姿勢も悪いしスタイルも良くないからなんかあんま似合ってないかもなんですけど この衣装はピメナソ公園さんで着用していた別バージョンの衣装ですね多分菜々美さんが着てたのがもともとのちかなさんが着てらっしゃったものかな4期生と写真撮れたようん撮った嬉しい 24日は広公園が当たったからおう嬉しい会えるえう嬉しいんだけどみんなに会えるじゃんかわいすぎて声が出て隣の方隣の方ねお仕事終わりで急いで入ってくれましたね嬉しかったそれ言いたかったのにお見送りでこんばんはあこれなんだっけテロップ 一日ありがとうございましたってなんか分かんないけどモーメントリングいい曲だったでしょうラジオの方の大好きな曲をみなさんにみなさん皆さんに聴いてほしくてラジオでかけていただきましたあのーいつもね担当してくださる あの方がいらっしゃるんですスタッフさんがあの FM 新潟のスタッフさんなんですけどその方があのな何度もこう確認して頑張って探してくださったんですミューズの曲とジュースジュースの曲をありがとうございます本当に最後に嬉しかった好きな曲をラジオっていう媒体で。 皆さんに届けられるのが本当に本当に最近ずっと言ってるんだけどラジオが本当に好きでうんベルちゃんも配信でリーノちゃん好きって先本当に嬉しいそうまさかまさかまさかのミューズを探してくださったのスタッフさんが本当にありがとうございます 嬉しかっためっちゃ解説したいんだけど歌詞のねあのまあサビはね「無謀な夢から始まって奇跡のようにすべてがつながって」っていう歌詞にを特に言ったんですけど。 二番の歌詞も好きなんですよなんだっけななんだっけ何をリングへと閉じ込めてなん,だっけなんだっけなんだっけなリングへと閉じ込めてなんかどの指にするみたいな歌詞あるよね どの指につけようかなみたいなその自分の思い出をリングの中に閉じ込めてそのリングをどの指につけようかみたいな歌詞なんですよ2番がもう本当に <laughs> 泣いちゃうーって思ってあ瞬間だ瞬間をリングへと閉じ込めてんだっけ マちゃったこんばんはドレスだったねドレス衣装をたまたま着させていただいて本当に嬉しかった何の曲にするっていうのもナナミさんとユナと3人で決めてで衣装も私とユナは ほぼほぼ着たことのない衣装だったりするのでななみさんに意見を求めてそしたら可愛らしい衣装を提案してくださって <laughs> 今日は楽しかったですありがとうこちらこそありがとうね来てくれて緑色のドレスすごくいいことえー、珍しく褒めてくれた嬉しい <laughs> 今日はいっぱい喋ったしね そうだねドレス衣装を着させていただいたの本当にありがたかったですありがとうございますなんかこんなに恵まれていていいのかなと思います私はだってあまりにも私は1年半しかいないまだ未熟な研究生なわけなのに卒業っていう 締めを迎えるまあこれは卒業発表してなくてもあったことかもしれないけどでも菜々美さんとね七々美さんが同じ1面入婚だったんですけど最後だからこう「リりのセンターでやろう」って言ってくれてもう本当に嬉しくてこう公式的に立つ舞台で。 センターに立たせていただこいただいたことってなかったのですごく嬉しかったです本当に本当にうちの部長本当に素敵な方なんですよ本当に楽しかったゆうのあの衣装とかね色々直前までいろいろあったいろいろあったってあのあのどの衣装を着るかとかあったんだけどそれも 今何でもいいよって言っててて言くれてあの緑色になったり本当に優しい方々に囲まれて今があるんだなってより一層感じたし私は NGT でラーメン部として活動するこのステージイベントは今回が最後なので本当にレナさんとナナミさんとマシーさんとユーナと。 と出れて楽しかったしラーメンワンダーランドできたのが本当に楽しかったんですよねえもう嬉しいし全然やめやだやだ本当にリリーラーメン部やめないです本当にやめたくないです呼んでくださいいつでも <laughs> 本当に本当にななみさん優なそしてれなさんマッシーさん優はも ありがとう本当になんか本当最初の頃全然さこう馴染めてなかったしうまく喋れてなかったしむしろなんか楽しいよりも緊張の方が多くてラーメン部での番組とか収録とかね本当に自信がなかったのこんなんでいいのかなってなんか先輩方みたいに面白いことも言えないし なんかこうそう浮いてないかなみたいな心配が1年前あったけど今すっごく楽しいなって思って本当にラーメン部に入れてよかったって思いますいやほんあの実感しすぎて今自分で言いながらいや本当にそうだよねって思ってるからいや本当ってずっと言ってるんだけど。 もうほん、ね、もうう同じことしか出てこない今私はラーメン部に入れてよかったって本当に思いますねえ当にラーメン部に選んでいただけてよかったなんかさラーメンもすごい あのなんていうのかなてうか詳しいわけじゃなかったし食べることは好きだったけど、まあ、おにぎりキャラでもあった私をラーメン部の一部員として受け入れてくださった先輩方にも本当に感謝だし一緒に楽しくやってくれた同期にも感謝だし本当に温かい部活なんですラーメン部って。本当に幸せ えうん、そう思う思よ私ホテルとかもね楽しかったしね大阪もそうだしでもだん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 ,だんあの回を重ねていくごとにすごくなんか何も声を出さずに「ああ今日も喋れなかった」って後悔することよりもとりあえずしゃべってみて。 あ今日はこれができたとか自分がしゃべって何も発しないってことは何も評価もしてもらえないしいいか悪いかも分からないわけじゃん。でも自分がよし今日は頑張っていつも以上に喋ってみようとかでやってみた時にあこれは頑張ったら継続して頑張ったらいいんだなとかあ今度はこういう言い回しにしようとかそういうのが増えたので本当にいろんな意味で。 勉強させていただいたし自分の苦手分野を本当ににんだろう少しでも克服できたんじゃないかなって思いますデリノシャスはカコじゃないえそれ実はそのスタッフさんがねラーメン部の担当のスタッフさんが一緒に考えてくださったんですよ。 デリのシャスデリシャスだからもともとはカタカナな気もするそう最初はね農業農業をやりたくてでも農業好きな気持ちは変わってないですだから一番最初の頃萌と二人で農業の活動に呼んでいただいたりして。 今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。東京着きました。お帰りなさい。お帰りなさいだよ。今日は十一時半までです。 ありがとうございますキャンディーありがとうございますめっちゃ緊張したよキャンディーみんな緊張したエッサルアとモエを選んだ理由はラジオの中で話したと思うキャンディーとつさ うちにいねてえね本当に一面入魂と一面胴体がすっごい接戦でびっくりしたリリもあまたメイク落とし買うの忘れたねリリノさんね今日はどうやってメイク落とすつもりなのかなこういうことしてるから肌が荒れるんだよな でも今日メイクさんに教えていただいたんですいい洗顔方法をラメ面分のポスター見るたびにいろんな人から「あっリりのちゃんいたね」って言ってもらえて嬉しかったへえ嬉しいリリも嬉しい ね今日めっちゃ目あった <laughs> キャンディーかんないけどああ特濃ミルクとか好きです <laughs> あのねあとはリリーいつも公演の時とか劇場にいる時のど飴金管のど飴が好きなんですけど金管のど飴を紙コップに入れてお湯に溶かして 全部溶け切ってから喉に流し込むっていうことをよくしてます、ね、絶対邪道飴を舐めるのが好きな人からしたら邪道なんだけど喉に直接与えたくてそういうことをしてます今日もそれやろうとして飴開けたらゆうはかなゆうなかななんかあゆうはか伏線回収みたいな 意識高いねみたいな言われて言うのというでキャンディーやるからみたいな面白かった私もメイク落としか <laughs> あらまああやばい連絡来てる大丈夫だよ配信見てるわけないか 俺もメイク落とし買うの忘れてん、ね、待ってそこ <laughs> メイク落とすメイクないじゃんね <laughs> マジでいいねいいキャラいいキャラしてるわおしゃべり会で感想を伝えたいけどもおしゃべり会そうなんだよねもう是非メールとかチャットの返信とかをこのコメントでもいいので。 キャンディーの伏線うちそうあの黒板にもさ伏線があったじゃんかあれねよいいでしょメール届いたよかったードーランって何ドーランって何ドーランって白塗りみたいなえり白塗りしてみたいんだよねってずっと言ってるよねやらずに終わっちゃうんだけどやば なんかメイクさん直伝の洗顔方法はあのー、とにかくなんか泡が硬いって感じるなんかわかるかな感覚として。って思うぐらいモコモコの泡を作ってとにかく優しく洗うって言われた。 もうリリナちゃん絶対洗顔方法だよって言われてあのクレンジングもちゃんともうちゃんと落とさなきゃいけないしあと目にしみないのがいいよってなんかね線香だっけな線香のドラッグストアに売ってるクレンジングオイルをおすすめしてもらいましたで私はお家にスクラブがあるんですよの肌肌もあのいろいろ 体質的に弱々なのでそうだからそれでちゃんとやったらもしかしたら肌良くなるんじゃないってでも今後はステージメイクすることもなくなるからもうステージに立たないからねだから多少肌改善したら嬉しいなと思ってますねパーティー公演のトラックそうなんですよそう。 明日からゴツゴツの泡でしっかりあればちょっと心配本当にに岩岩岩かなカッサとかでこうやってやんないでね <laughs> いやメイクしてるから綺麗に見えるけどそんな全然全然すっぴん綺麗な人になりたいんだリリー夢夢それ大人の女性になる時はすっぴん綺麗な人でありたい もう今見えないんだけど今日は毛先も巻いていただきました嬉しい見えないのが悔しい縦にしたら見えるのかなあ無理だ絶対無理だ絶対無理だったありがとうすっぴんきれいありがとうりのちゃんこんばんはこんばんはもう眠いよね えあれかな2人を寝かしつけたところなのかなえそう毛先ね衣装がドレス系だったのでスタッフさんの,あの配慮で毛先だけ巻いていただきました 前髪止めたくなっちゃってるよまたリリーさ癖だよねこれ前髪すぐ止めたくなっちゃうの癖だと思わない絶対癖だと思うよリリーはキャンディーと あのその上で粉挟ぐよ甘くてちょっと酸っぱい元気いつも癖強いんだよレこれ仲間いっぱいいるんだよ あと三十分だね、早いね、意外と。昨日のすっぴんもとても綺麗で可愛かった、ありがとうございます。今日のりのちゃん、最強に可愛くて、すごい。えー、嬉しい、ありがとう。嬉しい。 のピンクの子ピンクの子ってピンクの子って誰くのいちくのいちの子たちかなおしげちゃんおしげちゃんしかわかんない <laughs> これあこれ男の子だよこれはくのいちじゃなくてね 4年生じゃないねリリの推しが4年生あいや4年生かうんアイライン消えかけてるねえ消えかけてない <laughs> 私マウスピース外してる時間も長いので歯がちょっとずれてきて。 ひとつさ口に入れて下のその上でこのガスのよねこの服かわいくない服前も言ったわママに言われるわママのセンスでママがあママのセンスで買いましたまあどこかで見れますこの服は。 短期生メンバーにリーナちゃんがコラボ配信したいことコメントえな何で勝手にするの,なんで勝手にするのリリはリリはもちろんみんなとコラボ配信したいけど本当はねリリはねみんなから誘ってほしかったのだから言わないでお願い言わないで <laughs> リリは別にみんなが乗り気じゃないならやりたくないの。 みんなに誘って欲しかったの、リリは <laughs> 誘っって欲しかっただけなの <laughs> いいのあの、リリがやりたいからどうしてもやってくれとかそういうあれじゃないから違うのリリは誘われる人間でありたかったのそれだけなのやりたいやりたくないじゃなくて私はあリリのとコラボ配信したいなって。 誰から何も言われなくても誘われたかったそういう気持ちになってくれてたら嬉しかったわけでも別にリリが「やりたいってさ」って言われてやるのはうんそれって本当にやりたいって思ってるって <laughs> ひねくれ出ちゃうから違うの本当にやるやらないじゃなくて わりりのとごはん行きたいなーとかわわりりのとどこどこ行きたいなーリりのとコラボ配信したいなーって思ってほしかったの <laughs> 違うのだからりりがやりたいじゃないのなんか不意にさじゃありりがね例えばうわはると焼肉食べたいなーって思うじゃんそれが嬉しいわけだからりりがどう思ってる 春がどう思ってるかかわんないよでもリリはわっ春と焼肉行きたいなって思ってる思われてる側になりたかったの <laughs> でも怒ってないから全然謝らないで怒ってはないからそうそうリリのこのわがままな気持ちそうなんか何も言わずとも誘われなかったのが悲しい。 話リーが何も言わずとも「昨日配信しよう」って言うでほしがったよ猫 <laughs> ムみたい <laughs> <laughs> あでもねあの春春がね誘ってくれた多分コメントを見たのかな春が「コラボ配信しよう」って誘ってくれました うんいいです私の一方的な片思いでもいいですうんいいですよ <laughs> あまだ決めてないですいつやるかいいよ別にの片思いでもいいもんね <laughs> 春とは焼肉肉行くもんねいつかはまだね決めてないの昨日とか話したばっかなので私もいろんなやることを貯めておりますもう20日になりますよね焦る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 やることがやることって言ってもあの別にあの一概にいろいろいろです母から頼まれてることとか個人的にやらなきゃいけないこととか ねもう片思い開き直ろううんもういいよそういろ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 ねあそうまだラジオ聞いた人はあの分かると思うんだけど進学に際しましてまあーやるべきことがいっぱいあるんですよ何年ん ?1 年でも言うて1年ぶり半年半年から1年ぶりの 課材というものに覆われたりとか、やばいです <laughs>。やばいです。えディリ,リ進学するって言ったよねラジオで確か <laughs>。あれ記憶ないんだけど。うん、はい花材もありますし、やばいですね。頑張ります。頑張ります。先生が優しいので頑張ります。 言葉は大丈夫です。言葉。言葉。課題大変だよね。もうかる。助けて。<laughs> 課題って響きが懐かしいもんね。もう。そのなんか。なんか世界に羽ばたくとか言わないで、別にまだ海外行くって決まってないから <laughs>。 <laughs> かわいい地球飛び回る,るリリーいや本当にああ言語か言語はだいあのだからえっリーこれなら伝わると思ったんだけどあのねででこれなら伝わると思ったんだけどなそういう伝わり方になったのかか将来海外に行きたい ための勉強って多分ラジオで言ってるのであのご安心ください <laughs> まあ解釈は人によってあると思うけど将来的には海外に行きたい留学したいはあるんですけど何の英語の知識もなしに留学する人なんざあんまりいないのでそういうことです <laughs>。 難しいですね日本語ってどう伝えたらうまく伝わるんだか分かんないんだけどそうあのねでこの1年半高校卒業してからねの今までの間で私が英語勉強する時間があったと思えないじゃん <laughs> はいなのでこっからです私は頑張りますはい頑張ります なんかゼロスタートするのって怖いよねそのための修行そうねそうだけど私はある程度知識を積んでから海外に行きたいなと思ってるのででも大抵みんなが考えるような道じゃないかな海外に行きたいとか。 語学勉強したい人うんそうだねとにかく頑張りますあとはでももう残り9の10日ぐらいしかないのでその時間を大事にねゼロスタート」そうだよね頑張る頑張るありがとうありがとうございます ね、いきなり海外に行けるぐらい自分でさ貯金とかできてたらよかったけど <laughs> 完全にもう、はあ、パパ <laughs> みたいになっちゃうのでひとまずは自立した大人になりたいですねもう二十歳になっちゃうから私二十歳っぽくないけど。 でもなんかそそうそうだ私のね親戚の話なんですけど親戚だよねうん親戚の話なんですけど面白いんですよなんか日本に住んでで普通に生きててねでもある時アメリカかどこかの海外の方に出会って でまあ、声に落ちたんですでですも相手の方が国に戻らなきゃいけなくて自分の国に。でそれを追いかけて英語もしゃべれないのについていって今ずっとそのアメリカに住んでる親戚の方がいてっていうすごいロマンチックな恋愛が引き起こしたなんか。 すご,すごすぎるって思って別にそういうの求めてないけどリリはでもなんか思い切りってそんなに人の行動力を引き出すんだと思ってすごいよねいや本当にすごいと思うだから別に急に海外に行ったってできないってことはないんだよって、まあ、お母さんとかにも言われたけどなので 海外に親戚がいます <laughs> からちょっと英語教えていいただけないかなか <laughs> でも英語も勉強したいんだけどちょっと個人的に気になるのはイギリス英語も気になるなんかこうあ,ある英語にもいろんな表現があるっていうじゃないですかだからイギリス英語も気になるな ね、勢い大事だよね日本語任せて日本語は日本語完璧にしたいよね完璧っていうか日本語の知識をつけることも忘れたくないって思うやっぱりリリが日常的に使う言葉って 省略された言葉ばっかりだからとは思いますね。ねえ。 しかも、そうだあれ前も話したかなマジで本当にどうでもいい話なんだけど私そういえば6人兄弟じゃないですかでまあそれでも多いわけじゃん今の世の中で言ったら、はあ、6人兄弟、うおおって自分でも思うのねでもまあ時代もあると思うんだけど私のおばあちゃん おばあちゃんってんって兄弟が12人いるんですよ。か13人兄弟の13番目なんですねっていう話は知ってたけどこの間お母さんからいろいろそのおばあちゃんとひいおばあちゃんとかいろいろの話聞いててすっごい。って。怖いよね。一人の人間からさ 13人出てくるんだよ一つの人生で怖いよね <laughs> でも確かに前昔のっていうか私よりも二世代ぐらい前の時代って確かに皆さん兄弟多い人が多かったんだろうなって思うすごすぎるなんか 改めて衝撃を受けましたうんリリの離れ子離れみたいな親離れかいっぺんは怖いよさすがに宇宙人かな。 ね、それのもう家計的なものじゃないって思うけどねそうでも意外とママは3人兄弟だだから普通なんですよ 16人だから16人じゃ間違えちゃう違う違う13人だから名前が覚えてないもん全員は覚えてない正直。 でおじいちゃんとおばあちゃんのさ出会いもさ結構さロマンチックでねリリー、ほんとにちっちゃい頃憧れてたんだけどおばあちゃんが中学生でセーラー服を着て学校に通ってるわけですでおじいちゃんはあれいくつ離れてるんだっけなおばあちゃんが77になったのおじいちゃんが。 だから 5? 3から5歳ぐらい離れてるんだけどあいや名前そういう感じでつけてなかったよ私のひいおばあちゃんはみんな違ったそうでねなんかあのー、多分お家が近くに住んでたんだけどおじいちゃんがある時そのおばあちゃんの 知り合いの家共通の知り合いのお家だったのかおばあちゃんの家だったかは分かんないんだけどたまたま用事があってその近くに行ったんだってでその時に、あのー、窓から顔出してる女の子がいたらしくて私のこれ記憶ねちょっと定かではないんだけど窓から顔出してる女の子がいて制服着てでなんか若い,若い子がいるなみたいな感じでその時は見てたらしい。 だけどその一瞬会った人とその後になんか紹介で結婚したらしいんだけどまあお見合いなのかななんかもっとロマンチックに話せばよかったね <laughs> 難しいねでもなんかそういう感じなの一回なんかなんだろう紹介される前に一度出会ってた人と 結婚することになったみたいな3から5歳えっとねおばあちゃんがあもう今おばあちゃんいないんですけどあそうだからあまじいろんな話飛んじゃうんだけどゆらちゃんのお手紙で言ってたゆらちゃんと誕生日が同じ大切な家族はおばあちゃんなんですけど おばあちゃんが2000私が加入したのが2022年2022年の1月とかに亡くなってるのでで69でしょ70になる手前だったんだから今いたら 70? 2歳かなでおじいちゃんが77だから5歳だね5歳離れてるのかなそうそんな,なんかなくないでもねりりもね <laughs> そういうの <laughs> そういう話好きだからちっちゃい頃はよく「えそのさ」って「一瞬だけおばあちゃんのこと見た時可愛いいって思った?っ」おばあちゃんのこと可愛いいって思ってた?」 思ったよっておじいちゃんは穏やかな人だから大体いいそうやって答えてくれるんだけど本当に思ってたのかもしらん <laughs> 昔から真面目な人おじいちゃんおばちゃんおばあちゃんはキャピキャピしてるな可愛らしい人ですあと歌が上手です家族でよくカラオケに行ってて おばあちゃんんはもう本当に上手な方な方ですよ歌がだから多分それを受け継いで母が受け継いでるんですけどおじいちゃんはなんか別に上手い下手じゃなくて全然歌えるのねだけどおじいちゃんと「ほらお父さん歌うよ」って言っておばあちゃんがよく二人で歌ってましたね <laughs> 懐かしい 何気にみんな歌気だった、ね、うんだからママがねそうこれはなんかアフタートークみたいになのあるけどママがそのおばあちゃんはリリがアイドルになる前にリリの春舞台を見る前にいなくなっちゃったんだけどでもだからこうして。 ゆらちゃんっていう存在に出会わせてくれたんじゃないのって言われてまあそう考えてみたらそうなのかもしれないなってでもまあそう思うか思わないかで言ったら私はそう思っていたら幸せだなって思ってそれをあそういうことなのかなって思ってるんですけどなんか誕生日が一緒って聞いた時に本当に発狂してすぐに家族に電話した。 びっくりしすぎて怖いんだけどってだから由良ちゃんが歌ってる曲とかもおばあちゃんがよく歌ってた曲とかって驚きますよく本当にねえそんなこともあるんですよね りりのさんの配信見て声がしたいなんて、はあ、本当だよ人に恋したいって思わせられる才能があったなんて <laughs> <laughs> しかもリリの話じゃないの <laughs> そうリリの周りでは結構素敵なお話がいっぱいあってすごいでしょお母さんはスピリただのスピリチュアルって思えばスピリチュアルなんだけど そう,そういうふうにプラスに考えられる人の人が感じられる幸せってあるよなぁとも思います一概になんでいつもそういう考え方なのって思ってる時もあったけどしそれを信じることによって自分が幸せな気持ちになるならそれでもいいなぁ ででもただ事じゃないですね私にとってはすごくおばあちゃんの存在大きかったのでもうね全部ね歌をよく歌ってたのおばあちゃんだしおばあちゃんのお料理も好きだったしよく喧嘩もしたけどよく喧嘩もしたけどしかも高校生の時 私自転車通学できてなくてで学校にねいつも車で送迎してもらってたんですけどいっつもおばあちゃんがおばあちゃんずっと働いてたので <laughs> 一緒に朝はおしゃべりしながらあの好きな歌謡曲を車で流しながら2人で歌いながら投稿してたりとかしたんですけどえっ仲良しじゃない そう浴衣着せてもらったりとか振り袖をね一緒に選ぶ約束もしてたんですけど約束守ってくれよって感じ <laughs> でも楽しみだなこれから振り袖着るんだ私やばくないリリ振り袖着るんだ でもそう、だからねおばあちゃんがまあ亡くなってすぐだったんですよ私が LGT のオーディションを受けたのがだからもう本当にメンタル的にはもうみたいなポカンって感じだったのねずっと1月の終わりででオーディションに応募したのが2月だったからもうみたいな 抜け殻みたたいな感じだったの自分が家族も結構そんな感じだったんだけどそうでも相談してでもやっぱ歌いたいなってそれがあったから思,思えたのかもね応募しようってリリはそう思ってて結構多分それなかったらもういいやって諦めてた気もしてて。 歌が好きだった家族が急にいなくなるわけじゃんで自分も好きだけどでも自分に別にそんな力もあると思ってないけどもし何かオーディションを受けないってことは自らチャンスさえも与えてないんですと思ってるんです自分で自分にでももし。 っって思った時にねだからねママがねいまだにファイナリストライブとか劇場公演とかおばあちゃんが行ったら絶対に見に行ってただろうなってすごい <laughs> すごい言われるファイナリストライブとかねうんとても楽しい記憶 ほんとだよねまあ多分どっかで見てるよ <laughs> どっかで見てると思うよ <laughs> なんかごめんしみりした話にしちゃったにーもなんかふうに泣きそうになったよ久しぶりにでも記憶って確かにどん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 さこうぼや,ぼやしてくるよね今思い出そうとして。 <laughs> 二階席の上の <laughs> いやいそうだよね本当にいそうだよねわかるえぇ、ー、ファイナリストライブ見てたらどんな反応してたんだろう,うわぁえぇ、ー、どんな感じなんだろう あ、でも芸能とかそういう道に関してはあんまり乗り気じゃなかったかもしれないそうだったわお母さんがね目指してなりたいって言った時も反対してたからおばあちゃんもしかしたら反対されてたかもしれないけどなったらなったらめっちゃ喜びそうだなえー、面白いね ねえ、寂しいよね記憶がどんどん薄れていくのって本当に寂しく感じる声とか全く声ってあんまり記憶に残らなくないですか声とか全然思い出せなくってんでこんなに思い出せないんだろうって思うんだけどうん <laughs> ダメだじゃ考えるのやめるわ考えじめたらまたなんか落ち込みそうえーちょっと一曲だけ歌えるかな一 <laughs> 曲何があるかなぁ <laughs> えなんかある、何かあれば歌いたいけどわかんないわかんないけどとりあえずえー、っと「キャンディータイムリーだな!」 タイムリーだな <laughs> なんかいるんだけどここにゴミが <laughs> うん じゃあキャンディーいいのかな歌ってすぐなのにまあいいかでもさ2番リリー分かんないよリリー2番歌えないよ本当にかわ、はいい対決白をあげたんですか よ。意外と喋ってしまった。いろんな話をしてしまって、すみません。すみません。ランキング読みます。えっ、ー、と、十三位わたちゃんさん、十二位とんがりさん。十一位きゃんくんさん、十一位一田さん。九位ゆうきさん、八位たまひろさん、七位うっちーさん、六位かずひろさん。五位やすのりさん、四位あんばたさん、三位きいちゃん。 二金堂さん一遠山ちぃさんですありがとうございますありがとうありがとうさーんみんな <laughs> え急に急に何キャラありがとうさーん今日は 皆さんありがとうございましたそれではおやすみなさい <laughs> バイバイありがとうございましたおやすみなさい